こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズでよく使われる、スタンダード曲の音楽の構成の、解説をしていきたいと思います。今日はですね、有名な曲ですね、マイフェイバリットシングスっていう、ジャズでものすごく非常に取り上げられる曲なんですけど、リチャード・ロジャースという人と、オスカー・ハマースタイン2世という人が、作曲作詞をした、そういった曲なんですが、このミュージカル自体が、この2人の共作になるわけなんですけど、この2人のエピソードはまた後日解説するんですが、あのエーデルワイスもですね、ドレミの歌も全部ここに入ってるわけですね。有名なジュリー・アンドリュースが主演のサウンド・オブ・ミュージックっていう、ミュージカル映画の挿入歌になってます。この元々はこのミュージカルがあって、もうロングランでヒットしたために、映画化されたわけですが、元々はですね、これ映画では菩提樹っていう映画が出てるんですよ。これ一応実話なんですね。実話元に作られてるんで、このこっちの方がその小説になった、実話にすごい近いもの、そっちの菩提樹の方が近いんですが、菩提樹って映画の方はですね、リチャード・ロジャースとかが、こうミュージカルを作る前の、前代会のこのきっかけになった映画なんで、その映画自体の内容はもっと淡々としてて、家庭教師でやってきて、仲良くなって結婚して、聖歌隊として、で亡命するところですね。いや、この映画のところではもっと旦那さんがナチスの言いなりにならないで屈服しないという態度をとっていって、で亡命してアメリカで成功していく菩提樹2っていうのがあるんですが、この2作のビデオがあるんですが、これが 元になってます。サウンドミュージックの方が全部やっぱり曲でこう彩られて、ドレミの歌で子供たちが歌を覚えていくとかっていうシーンはですね、ものすごいこう、ドラマチックにできてるんで、非常によくできてると思うんですが、トラプタイさんのうちにマリアが家庭教師としてやってくるわけですね。修道院の女性としてはちょっとやんちゃな女性の、マリアさんが、トラプタイさんのうちに、家庭教師やってくる。この家庭教師は子どもたちがいたずらで、いつも家庭教師は、続かないんだけど、マリアはそういうこう負けん気が強いというか、で子どもたちの気持ちがよくわかるので懐いていく、そのきっかけとなるシーンの挿入歌になってますね。雷が鳴って子どもたちがマリアの部屋に怖がってやってきたところに、マリアがこう歌ってあげる。この曲はめちゃくちゃよくできててですね、歌詞とコードが非常にマッチしてるんですね。で最初の同じメロディを、Em C メジャー7っていうので歌うんですが、 Em っていうのはどういうハーモニーかってと、こういうこういったハーモニーですね。このマイナーに対してメジャーだと、こういうハーモニーですね。メジャーに対してメジャーのこういうハーモニーに対してマイナーっていうのが暗い感じがするじゃないですか。最初は楽しいことを思い浮かべようとさせるわけですね。で好きなことをどんどん言っていくわけですよ。自分はこういう、こういうことが好きだ、こういうことが好きだっていうことをずっと言ってるわけですね。で 1番と2番で、だんだん楽しくなってきてメジャーになるわけですよ。で、B の部分ですね、When the dog bites っていうところですね。犬に噛まれても蜂に刺されても悲しい気持ちになっても、シンプルに、自分の好きなことを考えたら気持ちはとっても楽しくなるよっていうことですね。この一回メジャーになっておいて、ここでまたマイナーに戻るんですね。 When the dog bites、 犬に噛まれたり、蜂に刺されたりっていうところでマイナーになって、で最後こう楽しくなって終わる、メジャーになって終わるという、非常によくできた、同じメロディーをこうマイナーとメジャーで行ったり来たりするっていうのが非常にこう歌詞とマッチしているわけで、名曲中の名曲になってるわけなんですが、バンプという考え方があるんですね。これはちょっとイズントシーラブリーのドラムのところでもちょっとお話ししたんですけど、バンプっていうのは何かっていうと、1小節2小節、くらいの、コード進行、さっき弾いてたズッチャンチャンズッチャンチャンですね。こういう、同じところをずっと繰り返してるってことね。でメジャーになったらメジャーになったで、というこれを繰り返してるの、これをバンプと言います。これは、次の歌が始まるまで、次の歌の最初のところの部分の繰り返しになるので、ここをずっと繰り返すことができるわけですよ。なのでこのバンプっていうのが、この
曲をやるときには意外とこのバンプをどれぐらいやるかっていうのが結構こう悩みどこなんですね。でこうメロディを歌ってるときはこのバンプっていうのは大体こう譜面に書いてたりするんですけど、アドリブやってるときにこのバンプをどれぐらいにやるかっていうのはこうちょっとこうドキドキするというか、決まってないもんですから、でそのままここの A に入っちゃってるのがバンプなのかよく分かんなくなるってことがよくあるんですけど、でここの、メジャーに行くところはここのバンプはメジャーのバンプになるわけですね。でジョン・コルトレーンという人が、この名盤ですね、ジョン・コルトレーンがこの、マイ・フェイバリット・シングスでアルバムを作っています。まあマイ・フェイバリット・シングスで Every Time We Say Goodbye、 これはあのコール・ポーターの時に僕も解説したと思いますが、コール・ポーターの曲ですね。サマータイムとバッド・ノット・ホーミー、これはガーシュインの曲ですね。ガーシュインのところで解説しました。次回リチャード・ロジャースをやりたいと思いますので、リチャード・ロジャースのマイ・フェイバリット・シングス、まあもうこの当時のミュージカルの曲とかの定番曲を、一期前のアルバムにしたやつですが、もう演奏の仕方がですね、特にこの曲はすごくて、コルトレーンはどういう風にやってるかと、もうメロディーを吹いたらバンプここで長くソロを取るんです。でメロディー吹いて、でメジャーで長くソロを取って、でこれを歌って、次のピアニストのところにまた自分がまた A を歌ったら、今度このピアニストがメロディー弾いてバンプをして、メロディー弾いて長くバンプをして、でメロディー弾いてメジャーになって、でコルトレーンに受け渡す。でコルトレーンはまたマイナーから来てバンプを長く2分3分やって、でまたメロディーをやったらこのメジャーで3分4分やって、で最後この、メロディーをやって、で最後だけ1回だけ B を演奏して曲が終わるという形になってますね。これ非常になんかこう、要はもうマイルスがモードっていうのを始めて、マイルスのバンドにいて、こういうモードの手法で自分の表現力がすごい広がったって、コルトレーンはすごく書いてましたんで、本でね書いてあったんで、まあ手記でそういうふうに言ってらっしゃいます。なので、自分がもっともっと音楽から自由に、呪縛から外れてこと自由な演奏、もっともっと変わった音遣い、もっとこう自分の世界に没頭するためにコードがずっと動かないまま自分が自由に飛び交うっていうね、こう着地点がすごくはっきりしているところで上で自由に飛び回るっていうようなスタイルの演奏方法を始めるわけですね。でリズムがすごくこうエルヴィンというリズムがこううねったリズムの上でこう同じハーモニーの上で暴れるっていうスタイル、こういうのを作り始めた人です。これがまあフリージャズの走りになっていくわけなんですが、こういうやり方ですね。だからこうサウンドオブミュージックの演奏を聴いてからこの演奏を聴くとかなりこううわって思うぐらい、すごいこうえぐいことになってます。15分ぐらいこういうことやってるので、ずっとで、しかもメロディーはちょろっと出てきたらこうなんかとんでもない音を使うアドリブが来て、メロディーが来たら長いアドリブが来て、でもメロディーがあっちこっちに散りばめられてるので、なんか比較的聞きやすいような、そういった感じですね。だからものすごくこのメロディアスなメロディーを非常にうまく使って演奏してるっていうスタイルなんですね。これだから僕らが演奏するときは歌の人が非常に多いので、歌の人が歌うときってこんな長くはやらないんですね。バンプもそんな長くやらないので、普通のスタイルでやるということなんですが、まあ有名なのはサラ・ボーンが歌ってたりとかしますけど、この辺のあたりの曲のいろいろ聴き比べをしていただけたらいいかなと思いましたので、詳細欄の方に、まあ面白そうな、もうコルトレーンのやつとか、元々の原曲とかサラボンのやつとかを貼っときましたので、ちょっといろいろつまんで聴いていただけるとこの曲の理解が深まるんではないかなと思います。もちろん、ビデオの、ぜひ菩提樹の方も見てもらうと結構面白いんではないかなと思いますので、その辺の解説でございました。本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。